はい、こんにちは。あ、こんにちは。今日は見下されてる感がすごい。ちょっと見晴らしいいですわ、ここ。降りてきてもらっていいですか。どこに？市場に。ああ、滑る。ちょ、降りてきてもらっていいですか。降りんの？はい。これどうやって降りたらいいの？どうやって登ってん？それ何？石やん。ああ、足つぼみたいな。これだから降りるようちゃうやんな。いや、降りていいでしょ。あかんでしょ、これ降りたら。どうやって登ってきたい。あ、そこね。はいはい、はいはい、何ですか。ですね、はい、重要な告知をこのチャンネルでしてないんです。はいはい、重要な告知、はい、テレビ出るでとか。違う違う、その服のこととかはいはいはやったじゃないですか。これね、アパレルブランド立ち上げましたって。はい、はい、あの、我々 LINE スタンプを出しまして。あー、それね、忘れてるやん。 LINE、はい、スタンプを出しまして、一応恥ずかしながらね、 LINE、はい、スタンプで。結構お仕事関係の人からも急に返事で、はい、できたりとか、はい、うわ買ってくれてるみたいな。あれ嬉しいね。あと、なんかその新しくんのスタンプじゃないと表現できないワードが結構あるから、例えば初対面ですよねとか。いつ使うねん。いや、だから仲いい人にギャグ的になんかいろいろ無茶ぶりとかされた時に、うん、え、初対面ですよね。ここです。あとはまあ結構この新しくんでしか使えないワード結構いっぱいあったと思うな。もっと集中してくださいとか。 あれいいですよね。そうそう、そんな感じとか。 あとでも一番いらんの1個だけあるんで、ですか。それまあ皆さんぜひね、はい、見てもらって、一番右下に一番いらんのありますわ。いや、俺ね。あんな入れるんじゃなかった。いや、あれがいいんですよ。いや、誰やねん。ちなみに LINE スタンプを作ったので、うん、今日は LINE スタンプでマジックやってもらおうかなと思ってます。 LINE スタンプでマジックってあんまなくない。てか、やってる人なんかいないでしょ。いないでしょ。世界初ですよ。世界初。LINE で友達を追加するっていうマジックをやりましたけど。はいはいはい、やったやった。結構前にやったね、はい、やりましたよね、うん、あれを発展させてどうにかできないですか。あれ以来だって友達増えてないんちゃうかな。なんか事件が起こってるぞ。あれじゃない、あれあれ、あ、裸でだってここでずっと気になってたもん。探されてます。あ、近い近いとこまで来てる。はい、街中の銅像ってなんで裸なんやろね、はい、ぜひ概要欄から買ってください。お願いします。ということで LINE スタンプができたので、うん、まあ、せっかくやからね。そうです。なるほどね、まあ、それもちょっと考えてみましょうか。はい、お願いします。 LINE スタンプの告知もしといてください。一応ね、概要欄の方に LINE スタンプの URL も貼ってますんで、そこから買えますんでね。新しくんのブレインダイブスタンプっていうのをね、ぜひ検索してください。じゃあよろしくお願いします。お願いします。お願いします。僕得意なマジックがブレインダイブっていうんですけど、名前が新しけいしと言います。はい、お願いします。お願いします。で、今日はちょっと LINE の ID をちょっと読み取ってみたいんですけど、どちらかな。LINE やられてます？はい、やってます。やってます、はい、で、なんか ID って分かりますかね、自分の ID みたいな。はいはいはい、もし一応念のために よろしければ確認、はい、LINE ID 今ちょっと確認してもらって、はい、うん、ある LINE ID、はいはい、分かります、はい、じゃあ、ちょっとじゃあお姉さん、はい、LINE ID を自分で見てもらって、はい、LINE ID ってアルファベットだったり電話番号だったりすると思うんですけど、数字だったり、ちょっとそれだけ教えてもらっていいですか。何、あ、数字です。あ、数字、数字ちょっとやったことないんでちょっとやってみようと思うんですけど、一番最初の数字頭でイメージしてもらって、僕今ちょっと LINE ID 検索画面にして読み取って、そっちに友達申請してみようと思うんで、ここに検索する画面ありますよね、ちょっと見えやすい。
じゃあ、一番最初の数字に集中してもらって、はいはいはい、これかな。2文字目見てもらっていいですか。はいはい、これですね。3つ目、はい、4つ目いいですか。5つ目、はい、これだな。6つ目いいですか。はい、はい、7つ目見てもらって、はい、7つ目、5より下ですか。7つ目です。はい、下ですね。7つ目、そうですね。全部で8個ありますよね、多分。全部で8個です。8個目見てもらって、一番最後、8個目も5より下。下です。多分これだと思うんですけど、僕今8個数字を押して検索してみますね。一人出たんで追加し、これで追加して全然違う人の可能性ある。全く知らん人、そうですよね。読み取れてたら僕初対面ですよね。絶対知らないですね。絶対知らん。怖いって。はい、今僕追加。来てますね。来た。どういうこと。怖い。来てますよね。す、はい、そうです。僕は新しい刑事っていう。いや、この方ですよ、ね。やばい。怖い。どういうこと。誰でも追加できた。そう、そうです。ちゃんと送ってくれたらですけどね。送ったけどさ、怖いって。どういうこと。これがブリンダイ。うわー、かっこいい。ありがとうございます。ありがとうございます。そうなんです。やばー、怖っ。こういうマジック。くっ、ありがとうございます。もう一個だけいいですか。はい、全然大丈夫。トランプ使うんですけど、はい、じゃあお姉さんに1枚選んでもらいたいんで、普段右利きですか。右です。じゃあ人差し指でどれでもいいです。タッチしてもらって、はい、それでいいです、ね。はい、じゃあ手出してもらって持っといてください。まだ開けないでくださいね。で、それ当てるんですけど、今度はブレインダイブじゃなくて、ちなみに最近 LINE のスタンプを発売したんですよ。自分のオリジナル新しくスタンプって発売したんですけど、ちょっとお姉さんに今せっかく友達になったんで LINE をスタンプを一つ、僕のスタンプを送るんで、じゃあね、送りますね。あ、はいはい、来ました。来ました、はい、これ見ていいんですか。はい、見て大丈夫です、はい。なんて書いてあるスタンプ。選んだカードはダイヤの3。選んだカードはダイヤの3、はい、見てないですよね。見てないです。自分も直感で選びましたよね、はい。選んだカード見てもらって。いや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 、ダイヤの3。すごい。え、なんで。どういうこと。これもあれですか。はい、ブレインダイブ。やばい。怖い。すごい怖いな。すごいガチでマジック。マジ、みんな見たことないもんな。そうなんです。これマジックですよ。そうなんです、超能力。え、これがいいと思いました。手で直感ってこと。直感やな。そう、操られてたってことじゃん。あ、そういうことですか。
カードを持ってるのはダイヤの3しかないんで。怖いもうちゃんとやってや、そんな最後の最後で大外れもあり得たわけですからね。怖い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 、それならもっと怖いもっと怖い。やばい、初めてやばくなった。ガチのやばい。チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter、インスタのフォローもよろしくお願いします。 See you next dive!